どうもシータです。さあ今回なんですけれども OMF 使用感ランキングの動画の方を撮っていきたいと思います。僕撮って動画にしてると思ってたんですけど意外としてなかったですね。僕の使用感であったり相手に使われてて非常に嫌な OMF っていうのをデータとして、まあ、今回は動画を撮っていこうかなと思います。まあ、先に評価はこんな感じとなっておりまして、まあ、あくまで僕の独断と偏見で決めておりますし、ゲーム内での評価ということはお忘れなくご理解ください。ではまず先にですね、 OMF に求めてる部分、僕がどういう OMF が好きなのかっていうのを皆さんにお話ししていくと、まずプレイスタイルに関しては2列目からの飛び出し、あとは無印、プレイスタイル未発動、こちら2択ですね。まあ他で言ったらナンバー10チャンスメーカー、ボックス2ボックスが OMF でプレイスタイル発動するのに当たるんですけれども、まずナンバー10に関してはまあ言わずもがな、やっぱりみんな使ってないし、まあ、僕も使っててあまり動き出しもしてくれなくて本当に使いにくいプレイスタイルなんで、まあナンバー10はなしかなと。でチャンスメーカーに関してもまあ結構上がってはくれるんですけども、やっぱりね高い位置から下がってきてパスを受けに来るっていうのが多いので、まあ、そのフォワード CF とか ST の選手を孤立させてしまうっていうことを考えたら、まあ、チャンスメーカーも OMF は向いてないんじゃないかなと思います。でボックス2ボックスですね、まあ、ボックス2ボックスに関してはもう本当に人によるんですけれども、まあ、オフェンスセンスとかが結構高かったらかなり上がってくれるんですが、まあ、このプレイスタイルは守備も貢献してくれるプレイスタイルとなってるので、まあ、逆を言えばねかなり下がってくれて、まあ、攻撃カウンターの時とかに、まあ、かなり上がりが遅いかなと感じる部分があるので、まあ、そういった点からもボックス2ボックスは本当に選手によるかなと、まああまりおすすめはできないかなと思います。でおすすめの2列目からの飛び出しなんですけれども、まあ、抜け出し方には癖はあるんですけれども、まあそんなに下がって受けたりしないので、まあやっぱり安定に使いやすいのは2列目からの飛び出しなのかなと思います。で僕が一番おすすめしたいのは無印のオフェンスセンスが95以上のプレイスタイル未発動の選手ですね。プレイスタイル未発動でオフェンスセンスが95あればもうかなりいい抜け出ししてくれて、いいタイミングで上がってくれたりするので、まあそういった選手をね積極的にちょっと OMF で使っていただきたいかなと思いますね。では次に能力値とかスキルの部分を話していこうと思うんですけれども、まあスキルに関しては別にそんなに何も考えてはないんですが、まあやっぱり動き出しの良さで、その動き出しをさらに良くするにはスピード瞬発力、あとはフィジカルコンタクト、ボディコントロールっていう部分も大事だと思うので、まあ能力値的にはオフェンスセンスが95以上でスピード瞬発力、あとはフィジカルコンタクト、ボディコントロールを重視していただければいいのかなと思います。でまあその抜け出した時にパスをもらった時のドリブルの火力、まあ、やっぱりディフェンス選手置き去りにしたいドリブルをしたいので、まあ、そこも大事かなと思います。まあ、パスは最低限あればいいかなっていう感じですね。まあ、あとはミドルシュートとかスキルで持ってたらもっといいかなっていう感じで、まあこれぐらいかなとは思います。ではねちょっと長くなったんですけれども、早速ランキングの方入っていきましょう。はい、まず10位ですね。10位はレロイ・サネ選手ということで、身長183センチ、レベルマス総合値96のウィングストライカーの選手ですね。まあ、4月5日に登場したこのサネなんですけれども、まあ、サネはスーパーサブを持ってるということで、まあ、スーパーサブサネ以外にはランキングインさせてないんですけれども、まあ、OMF 枠でスーパーサブ使うならやっぱサネが一番いいんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、この選手 OMF で使うと無印になるんですけれども、まあ、オフェンスセンスは95は乗せてないんですけれども、まあ、抜け出しはかなりいいですね。でまあドリブルの数値とかも高いので、スピシュン99ということで、まあ、ドリブルもめちゃくちゃ速いですし、まあ、グランダーパスも85最低限あって、決定力も88あると、まあ、本当に何でもできるかなっていう感じがしてて、キック力がね93あるので、ミドルシュートはないとしても全然ミドルは入りますし、うん、本当に使用感、使いやすさに特化した選手かな。まあ、ワンタッチシュート、ワンタッチパス持ってたりと非常にスキルもいいですし、まあ、僕は4-3-1に使うときはサネをね OMF のスーパーサブ枠としていつも入れるので、まあ、この選手はちょっとランキングから外せないなと思って10位にさせていただきました。まあ、抜け出し、ドリブル、パス、この3拍子が揃った完璧な選手と言ってもいいんじゃないかなとは思います。はい、では次9位ですね。ネイマール選手ということで、身長175センチ、レベルマス総合値100のウィングストライカーですね。まあ、OMF で使うと無印ということで、まあ、最近出たアイコニックネイマールなんですけれども、まあ、オフェンスセンスかなり高いので、まあ、やっぱ抜け出しは良かったですね。まあ、1、2試合ぐらいしかネイマール OMF では使ってないんですけれども、まあ、割と良かったです。まあ、ドリブル系能力完走してて、グランダーパスも最低限あると、決定力95あって、スピード瞬発力も非常に高いですね。もうほぼ完走っていう感じで、まあ、キック力も91あるので、まあ、そこそこミドルも決めれるかなと思いますが、まあ、やっぱりフィジカルコンタクトの部分ですね。まあ、2トップの間から抜け出してドリブルね、スピード速いドリブルでゴール前までたどり着こうとしても、結構フィジカルでね止められてしまう部分があるので、まあ、ちょっと直線的なドリブルはちょっとネイマール難しいんかなと思いましたね。まあ、逆足44なんでドリブルもねめちゃくちゃ速いとは思うんですけれども、やっぱ僕は OMF はフィジカルは求めておきたいなと思うので、まあ、そう考えた時にこのフィジコンの低さはちょっとなしかなと思いましたね。まあ、あとスキルもちょっと物足りない感じはするので、まあ、ワンパとかミドルシュートあったらもっと良かったのかなとは思いますね。はい、では次8位ですね。デアン・クルセフスキ選手ということで、身長186センチ、利き足左のレベマ総合値98のインサイドレシーバーということで、まあ、OMF で使うと無印になります
ね。まあこの選手に関しても結構バランスの取れた能力値で、なおかつフィジカルコンタクト、ボディコントロールが90、91ということで、まあ本当に僕が求めてる能力値が全て高い選手となっておりますね。まあスピード瞬発力もいい感じですし、キック力も95あって、ミドルシュートも持ってるということで、まあかなりミドルシュートも決めてくれるんじゃないかなと思います。まあ僕はこのクルセフスキではなく、結構バージョンの古いクルセフスキを持ってるんですけれども、まあ OMF で使ってて非常に使いやすかったので、まあこの選手も全然ありなんじゃないかなと思ってますね。まあダブルタッチとかも持ってるし、今回ミドルワンタッチパススルーパス持ちということで、もう本当に何でもできますね。まあこの FP クルセフスキ使えてたらもうちょっと順位は上がってたかもしれないんですけれども、まあ僕は古いクルセフスキしか持ってないので、まあ今回は8位とさせていただきました。まあ本当にオフェンスセンスの部分以外は完璧なんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ次7位ですね。デイビッド・ベッカムということで、ボックス2ボックスのベッカムですね。身長183センチ、レベマ総合値98のボックス2ボックスということで、まあ能力値が非常に高いですよね。でこのクロサーベッカムと比べても、やっぱりスピード瞬発力が高いと、まあ瞬発力は3負けてるんですけど、まあスピードは6勝ってるということで、まあドリブル系の能力とかもクロサーベッカムと比べて非常に高いので、多分そこが軽さにね繋がってきてる部分なんじゃないかなと思ってます。まあクロサーと比べてワンタッチパスは持ってないんですけれども、まあ OMF で使うってなったらスピード83だとね、正直物足りないので、クロサーの方はなしかなと。まあドリブルもしにくいんでね。で B2B さっきなしって言ってたじゃないですかっていう人もいるとは思うんですけれども、もうベッカムに関しては僕は例外ですね。もうボックス2ボックスは選手によるって言いましたけど、もうぶっちゃけベッカムしか OMF は務まらないんじゃないかな、ボックス2ボックスの中では。やっぱオフェンスセンス高くて、決定力もあって、パスもできて、ドリブルもできて、足もそこそこ速くて、フィジコンボディコンも高い、このベッカムはねちょっとぶっ壊れてるんですよね。まあ、ワンタッチシュート持ってたり、ミドルシュートとかも決めれたり、まあスルーパスも持ってるのでいいパスも出せると。それからね、4312の OMF に置くことによって、まあ先ほども言った通りボックス2ボックスは守備にも戻ってくれるので、ギリ 3CF をね非常に対策できます。中盤の枚数、守備の枚数っていうのを増やして、中をぎゅうぎゅうにすることによって相手の疑似 3CF に何もさせないっていう状況を作り出せるので、まあ今の環境だとベッカム OMF っていうのは非常にいいのかなと。まあ一昔前はね、まあそんなにかなと思ってたんですけれども、疑似 3CF が増えてきた今、チレフチェンコとかドミンゲス、あとはツイダラーとかを対策したいってなった時は、まあこのベッカム OMF はいいんじゃないかなと思ってますね。まあ守備能力そんなに高くないんですけれども、フィジカルが強いんで十分守備はやってくれます。はい、では次6位ですね。カスパードルビア選手ということで、身長187センチ、レベマス総合値96のラインブレーカーの選手ですね。まあこの選手も OMF に置くと無印になるんですが、まあオフェンスセンスはね94しかないということで、まあ僕は1個前の投票 FP のドルベアしか持ってないので、もう少しオフェンスセンスは低かったと思うんですが、まあそれでもいい抜け出しはしてくれてます。でまあドリブル系能力もそこそこあって、グランダーパスもまあ最低限という感じで、まあ決定力は95と、まあ僕のはもうちょっと低いかな。でスピード瞬発力90、86で、キック力94で、フィジコン94のボディコン83ということで、フィジコンボディコンが本当に高いね。まあ、コンディション程度5っていうところは今ちょっと使いにくいかもしれませんが、この選手はね本当に抜け出し良くて、抜け出したらなかなか止めれないんでね、フィジカルも強くて、でワンタッチパスも持ってるんで、まあチートよね。まあ、コンカ狙えたり、ミドルシュート打てたり、ライジングシュートも持ってるということで、もう本当にミドルがね突き刺さりますし、あとスキル追加枠があるということで、僕はスルーパスをドルベアにつけてます。まあ後をおすすめするなら本当にスーパーサブぐらいしかないんですが、まあ、スーパーサブ、スルーパスどっちかついたらもう本当に超ガチスカ級だと思いますね。まあこの追加してないドルベアでもガチスカ級だとは思いますし、まあ一度騙されたと思ってドルベア使ってみてください。本当にね、OMF に置くとめちゃくちゃ輝いてくれます。最前線よりもワンチャン強いんじゃないかなってぐらい強いとは思います。はい、では次5位ですね。キリアン・ムバッペ選手ということで、身長178センチ、レベマス総合値100のラインブレーカーの選手ですね。まあこの選手も OMF に置くと無印ということで、まずオフェンスセンスが95乗せてるのはいいですよね。で、ドリブル系の能力も非常に高くて、グランダーパスも85あると。で、まあ決定力はね95欲しかったんですけれども94ということで、レスピション99のカンストで、キック力が88で、フィジコン89のボディコン98ということで、まあこのムバッペはフィジコンが5上がりしたムバッペですね。で逆足33のコンディション程度7ということで、もうミドル力以外はマジで完璧なんですよね。オフェンスセンス95乗せてるし、ドリブル系能力高いし、スピシュンもカンストしてるし、フィジコンボディコンも高いということで、まあ FP の選手の中ではこの選手の OMF が一番強いというか、まあ相手にしてても異常に厄介だと思いますし、もうスカットの火力、攻撃の火力っていう部分が非常にグンと上がる感じがしますね。ダブルタッチとかも持ってるので、まあドリブルもしやすいと思いますし、やっぱ抜け出した後にこれだけフィジカルあってスピードあれば止めれないんで、まあそこがちょっとドルベアにはない部分かなと思いますね。まあそのスピードっていう部分がちょっとドルベアにはない部分かなと思いますね。まあアイコニック全然いない方はちょっとムバッペをね、ムバッペの FP を OMF に置いて使ってみてください。もうマジで騙されたと思って使ってみてください。全然 CF より強いっす。まあ CF でも強いけど、低い位置から飛び出してくるムバッペ
バッペの方が普通に驚異的ではありますね。はい、じゃあ次4位ですね。4位はクライフ選手ということで、身長180センチ、レベンマス総合値98の2列目からの飛び出しの選手ですね。まあ OMF で2列目からの飛び出しということで、まあクライフはね、本当に OMF 使ってる人多いなっていう感じはするんですけれども、まあ僕的には4位3位ぐらいかなっていう感じなので、今回良いとしました。まあクライフのね、懸念点っていうのは抜け出しの部分がそこそこなんですよね。なんか2列目からの飛び出しの選手ってなんか結構適当に飛び出す感じがしてて、オフェンスセンスが高い無印の選手だと結構狙って飛び出してくれるんですけど、なんかね、2列目からの飛び出しの選手ちょっと微妙なんですよね。まあチャンスメーカーとかナンバー10に比べるとめちゃくちゃいいんですが、まあその点でちょっとクライフはなんか微妙かなっていう感じで、あんまり使ってないですね。でもまあドリブル高くて、決定力もあって、パスもできて、スピードも瞬発もしっかりあって、フィジコンもそこそこあって、ボディコンはカンスト近くまであるということで、まあワンタッチパス持ってたり、アウトスピンキック持ってたり、まあアイコニッククライフはミドルシュートとかも持ってるので、まあミドルも狙いやすくなったんじゃないかなと思います。まあバルセロナ補正かけるともっと一味違った選手になるのかなとは思ってるんですけれども、まあ僕的には本当にクライフは OMF よりも最前線で CFST で使ってほしいなっていう気持ちがあるので、まあ今回4位とさせていただきました。はい、じゃあ次3位ですね。3位はユングベリ選手ということで、身長176センチ、レベマス総合値96のウィングストライカーの選手ですね。まあ OMF に置くと無印ということで、まあこの選手に関してはあんまり OMF で使ってる人というか、スカットに入れてる人は少ないんですけれども、ちょっとぜひ本当に使ってみてください。マジで強いんで。まあその強さっていうのを今から解説していきますけれども、まずオフェンスセンスが95以上のプレースタイル未発動の選手なんで、抜け出しが非常にいいですね。これは補正かけなくても全然抜け出しはいいです。で、グランダーパスが86あって、ワンタッチパスを持ってるということで、まあしっかりパスもさばけると、まあ最低限さばけるのは大事なので、まあここはクリアしてきてるのかなと思います。で、まあ決定力も91とそこそこあって、スピードが95、瞬発92ということで、まあ足も非常に速いですよね。で、なぜかね、身長が176センチとちょっと低めではあるので、今作に向いてないんじゃないかなと思ってたんですけれども、なんかドリブルが非常に軽くてかわしやすくて、で抜け出しもいいんで、なかなか止められないですし、まあ、フィジコンもね79と、まあそこそこはあるので、まあなぜかわかんないんですけど、本当にね、なぜか強いんですよね。ミドルシュートの力とかないんですけれども、なんかそこそこミドルも決めてくれるイメージはありますし、まあ能力値とかで判断したらムバッペとかクライフとかの方が全然いいじゃんって思われるとは思うんですけれど もうこのユングベリに関してはもう使用感だけでランキングを上がってきたと言っても過言じゃないぐらい使用感がいいですね。パス、ドリブル、シュート、抜け出し、何でもできます。ちょっとフィジカルが弱いぐらいです。でもそんなに気にはならないです。はい、では次2位ですね。2位はカカ選手ということで、身長186センチ、レベマス総合値99の2列目からの飛び出しの選手ですね。まあこの今カカが一番多いんじゃないかな。まあクライフの上位互換とまでも言われてますけれども、まあ身長とかが違うんで、まあタイプは違うかなと僕は思ってるんですけれども、まあどうしても同プレイスタイルということで比較されがちですよね。まあ先ほどクライフに関しては CF とか ST をね、かなりおすすめさせていただいたんですけれども、まあカカは CF に適正ないんですが、 ST にはあるということで、まあカカの ST はね、そんなにおすすめできないですね。なんか結構下がっちゃうイメージがあって、こういう AI か何かわからないですけれども、まあ4312の ST とかだといいとは思うんですが、まあ G3CF の ST とかだとね、まあどうしてもちょっと使いにくかったなっていうイメージがあるので、まあやっぱこの人は OMF が一番いいんじゃないでしょうか。まあ CMF とかもいいんですけどね。まあドリブル強能力非常に高くて、グランダーパスも95あると、で決定力も93あって、スピシュン95の98ということで非常に高いですね。まあフィジコン、ボディコンに関してもあんまりクライフと変わらない感じかな。まあクライフはボディコンもっと高いですけどね。まあフィジコンは一緒ぐらいということで、逆足33のコンディション点の7で、まあスキルにミドルシュート、あとはワンタッチパス、スルーパス持てたりと、もう本当にね、スキルも優秀ですし、まあフィジカルコンタクトに関しても身長が高いんで、数値以上に80以上あるかなっていうイメージはあります。まあ OMF に置くと本当に抜け出しもいいですし、ドリブルもしやすいし、パスもできるし、足も速いし、まあ抜け出したらなかなか止められないような選手となっておりますし、まあ抜け出し切らなくてもミドルシュートがあるということで、遠い位置からでもバンバン狙っていけると、まあ本当に使用感と理不尽さを兼ね備えた完璧な選手なんじゃないかなと思います。まあ堂々の2位ということで、まあやっぱさすがだなっていう感じですね。はい、ではラスト1位ですね。ルンメニゲということで、身長182センチ、レベマス総合値98のラインブレイカーの選手ですね。まあルンメニゲに関しては本当に CFST で使ってる人がほとんどだとは思うんですけれども、まあ僕は4312に使うときはルンメニゲは STCF では使わずに OMF で使うことが多いですね、っていう意味も込めて1位にさせていただきました。まあルンメニゲの強いポイントっていうのは、まあやっぱ無印 OMF でオフェンスセンスが95
95を超えてる。でまあドリブル系能力も高くて決定力も96あると。でスピード瞬発力も高くてキック力も97あって、フィジコン86ボディコン82ということで、やっぱ抜け出しの良さとフィジカルの強さが相まって、本当に最強のね OMF からの飛び出しをしてくれるんですよね。でそこから足も速いですし、追いつかれかけたらねもうシュート打っちゃえばねミドルライジングで入るかなっていうイメージもあるので、まあやっぱルンメニギは僕は OMF を押したいですかね。まあ逆足頻度精度も3、4あって、まあどっちの足でもドリブルシュートすることができますし、やっぱこういう AI か分かんないんですけど、この人の抜け出しが一番よく感じるんですよね。もうムバッペとルンメニギの抜け出しは本当にエグいです。でムバッペと比べてしまうと、やっぱりキック力の部分、ミドルライジングの部分が強すぎるので、まあ堂々の1位って言ってもいいんじゃないでしょうかね。まあほとんどの方が最前線とかで使われてるとは思うんですが、まあ本当に最初も言った通り、今作 OMF に大事なのはオフェンスセンス、スピシュン、フィジカルコンタクト、ボディコントロール、この部分だと思ってるので、体の強さ、抜け出しの良さ、足の速さ、全てを兼ね備えたルンメニゲが、まあ、やっぱ OMF でもナンバーワンかなと。 CFST でもねもうナンバーワンぐらいの人気ですけれども、やっぱ OMF でも強いなと、そういう感じです。はい、それでは今回ここでですね OMF の使用感ランキングの動画の方を終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ1位に躍り出たのは CFST でも大人気のルンメニゲということで、もう僕はね OMF をずっと去年からも推してるんですけれども、去年1900達成した時も確か OMF ルンメニゲで4312でいった気がするので、まあそれだけルンメニゲ OMF の強さ保証されてるのかなと思います。まあ他にもねいろんなタイプの選手登場しましたけれども、もう OMF っていうのは4312の中では一番重要なポジションだと僕自身思っていて、一番点を決めやすいポジションだと思ってるので、もう CFST の最前線よりも全然こだわっていただきたいポジションなので、まあ、最初の冒頭に話させていただいた求めてる能力値とか、そういった部分をね参考にしていただいて、まあ、改めて OMF の人選っていうのをね皆さんで悩んでいただければなと思います。まあ、この1から10位の中から選んでね説明聞いて、あちょっとこの選手使ってみたいなっていう選手がいたら、その選手使ってみるのもありだとは思います。まあでもレート上げたいってなったら1番にいるルンメニゲを選択していただければいいんじゃないでしょうか。はい、それでは今回ここで動画の方終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。